住民ビアンカの別荘をハピパラで作りたいと思います。はい、なぜねビアンカの別荘を作るかと言いますと、前の動画でですね、はやねレースという住民さん全員参加のゲームをやったんですけど、そこでなんとビアンカがね熾烈な戦いの末見事優勝したということで、景品として別荘をあげたいと思います。はい、前回のね動画まだ見てないよって方はぜひ見てから今回見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思います。はい、それではですねビアンカ様を探しに行きましょう。うわ、いたいましたね。そろそろあなたが会いに来てくれる気がしてたの。だってもう別荘作ってもらう気満々じゃない。よし、ではお土産チョコレートをあげてハピパラに一緒に行きたいと思います。はい、どうぞ。あなたリゾートにでも行ってきたの？え、スルタンってリゾート地でお仕事してたので、あ、そこから？え、そこからなのね。びっくり。素敵じゃない。あ、私もリゾートに行ってみたいわ。素敵ね。じゃあ今から行ってみるということで一緒に行きたいと思います。はい。まあ、結構ハピパラでお仕事していて時間が経つんですけど1年ぐらい経つんですけどね、ビアンカ様知らなかったみたいですね。あ、いいねいいね、かわいい。あ、かわいい。ついてくるビアンカ様めちゃめちゃかわいい。ついたー。わ、めっちゃ似合うね。ここが噂のとっても素敵ね。連れてきてくれてどうもありがとう。ちょっといろいろ見させてもらうわね。素敵ね。めっちゃ似合うビアンカ様。このリゾート地めちゃめちゃ似合う。はい、ではビアンカ様の別荘を作りましょう。かわいい。ちょっとなんかこんな無邪気なさ、無邪気なビアンカ様めちゃめちゃ可愛すぎるんですけど。かわいい、かわいすぎる。はい、では作ってあげたいと思います。みんなをメイクで素敵にするお店みたいな場所が欲しいわ。あ、そんな夢あったの？知らんかった。せっかく私もいるんだし、ちょっと立ち止まって楽しみましょう。だってお誘いいただいたわ、砂遊びに。まあ、私も仕事中なんでねはい、別荘を作ってあげたいと思います。はい、お聞かせください。まあ、優勝商品ですからね、はやねレースのね。わ、似合うねビアンカ様それじゃあ詳しい話をしていきましょう。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど、素敵なメイクアップサロン。もうメイクアップサロンって言うとるやん別荘というか何商売しようとしてるの？はい、場所はですね、まあ、交通の便を考えまして割とどこからでも行きやすそうなこの場所にしたいと思います。なんか周りにね結構女の子住んでるしいいんじゃないでしょうか。はい、ここにしましょう。もうターゲット層もねバチバチに合ってるし、まずこの場所から近いっていうのもね相当いいんじゃないかなと思います。はい、せっかくのね優勝商品なので2階建てにしましょう。そうよね、私も2階建てがいいと思うわ。サロンとね自分の部屋が分かれてる方がね多分いいですよね。お任せあれ。お、いい感じじゃないですか。なんかメイクアップサロンっぽいよ。あ、素敵な別荘ね。実物を目にするとますます胸が躍るわ。わ、喜んでくれてよかった。任せなさい。はい、メイクアップサロンっていうことなので、まあ、お客様がね来るのでやっぱ外観もねちょっと可愛い感じにしたいと思います。はい、外観はこんな感じです。ちょっとね家庭菜園できたりとか写真スポットがあったりする感じでございます。はい、それでは中やっていきたいと思います。まずね壁と床から決めていきたいと思います。はい、壁はピンクのシンプルクロス、床が節ありフローリング、広さは10×10の最大にしました。はい、でね2階建てなので1階はねビアンカ様がおくつろぎできるお部屋、そして2階をメイクアップサロンにしたいと思います。はい、で今回はなんて言ったってはやねレースの優勝商品ということなので、まあ、寝ることに特化したすごく寝やすい快眠できるお部屋を作っていきたいと思います。そう、ビアンカ様自身もね結構睡眠にはこだわっているみたいなので、まあ、ビアンカ様のお眼鏡にかなうようなお部屋をね作っていきたいと思います。まあ、一番大事なのはベッドなんですよね。やっぱりこれですかね。エレガントなベッド。色はホワイトが良さそうですね。はい、ではこちらのベッドを敷き詰めていきたいと思います。はい、これでどんなに疲れている日でも、どこででも寝ることができます。はい、あとは快眠グッズをね、ちょっと置いていきたいと思います。はい、完成しましたー。はい、それでは1階をご案内いたします。お部屋に入ると、すぐに目の前にしきりに埋め尽くされたエレガントなベッドがございます。どんなに疲れていても、どのベッドでも寝れるという贅沢さと安心さを兼ね備えたお部屋となっております。はい、そして乾燥はお肌の大敵ということで、加湿器もふんだんにご用意しております。はい、そしてリラックス効果もあるであろうお花が周りにもありますので、お花の匂いも楽しむことができます。そして寂しい夜はこちらのぬいぐるみもおりますので、寂しさを紛らわすこともできます。はい、そしてたまに眠れない夜もあるかと思いますので、そんな夜はですね、こちらのモニターで映画でも見ながら眠りにつくことも可能でございます。はい、そして2階ではサロンを経営するということで、むしゃくしゃする日もあるかと思います。そんな時はですね、こちらのベッドでもう寝返りをもううちに打ちまくってストレスを発散することもできます。ビアンカ様もね、もう羨ましそうに見ておりますけれども、こちらでね、寝返りを打ってストレスを発散していただければと思います。はい、それではですね、2階のメイクアップサロンも作っていきたいと思います。はい、1階とベースは同じでやっていきたいと思います。カウンターはいるよね。え、かわいいピンク。え、めっちゃかわいい。はい、そして写真をね、もう入り口に置いて、もう私の店だぞっていうのをね、ひけらかしていきたいと思います。え、かわいい。あ、かわいい。なんかもうとりあえずさ、なんかピンクにしていけば、可愛くなるんじゃないかみたいな安易な考えがね、できておる。え、結構いい感じじゃない？ちょっとここでカウンセリング的なこともやりつつ、やっぱライトはね、必要ですよね。お花も飾っときましょう。植物も置きましょう。いい匂いもさせましょう。なんか床が違う気がする。ピンクはちょっと強いな。白にしよう。はい、完成！はい、こちらがビアンカ様のメイクアップサロンでございます。はい、まずね、美人な店員さんが出迎えてくれるんですけれども、こちらのカウンターにもですね、ここは私の店だぞというね、もう自己主張の強いカウンターになっております。はい、そして全体的にね、ピンクと白でまとまった感じになっているんですけれども、まあ、こんな感じでここでね、ちょっとカウンセリングをしたりとか、まあ、待っていただいたりとかして、で、ここでですね、メイクをしていきまーす。かわいい。自分で言うのもあれだけど、かわいい。こんな感じでございまーす。はい、まあなんといってもメインはね、こちらでございますからね。完成しましたー。できたのね。ありがとう。喜んでいただけるといいんですけど。ビアンカ様、素敵なメイクアップサロンは2階なんですけどね。はい。まあ、1階は寝る部屋ということで。おー！待って、このアングルいいね。今のアングルのベッドのさ、揃った感じ、敷き詰まった感じ、めっちゃ良くない？おー！加湿器を肌に浴びて。ビアンカ様寝るかな？寝てくれるかな？あ、喜んでる喜んでる。そのままベッドにダイブ！そのままベッドには寝ないんかい！まあでも多分気に入ってくれてるっぽいので、よかったかなと思います。はい。あ、写真ね、撮っていきましょう。こんな感じか。お、いい感じじゃない？これお客さん来そう。いや、アイス食べんな！店員がアイスを食うな！はい、ということでですね、今回は我が島の住民さんの中では2番目になるビアンカのベストを作ってみました。はい、こんな感じでゆるっと楽しくあつ森ハピパラやっております。この動画が少しでもいいな、他の住民さんの別荘も楽しみだなという方は、チャンネル登録と高評価、コメントなどお願いいたします。はい、次回の動画もぜひまた見てください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。